最強クロマティックランキング、じゃあまず17位からいきましょう。最弱に選ばれてしまったクロマティックキャラクターはこちら、ゲール、まあ、このキャラクターはね、前世紀バカ強かったですね。バカ強かったんですけどもね、下放されてしまったという感じですね。ゲール使うならこれ使うでしょっていうキャラクターが結構いると。第16位こちら、ルー、文字通りのクールガイということでね、弱いところは通常攻撃が当てづらいということでね、もうそこぐらいですかね本当に。あとは射程が若干短い。第15位こちら、バスター、こいつめちゃ弱いです。めちゃくちゃ下放されました。ダメージが弱くなったりとか、あとはウルトのね、効果時間が短くなったりとか、もうとにかく今使いづらいですね。14位、ローラ。このキャラクターはね、普通に強いんですよ。やっぱ火力も出てね、前世紀に比べたらやっぱちょっと弱いんですけどね、環境的に弱いっていうのがね、やっぱあるかな。はい、